法解説とは、明治から昭和初期にかけて、崩壊やがか付けで、月金などを演奏しつつ歌った曲。明治二十年代を代表する流行歌だった。旧連冠の月金洋楽譜、高弱譜。旧連冠は、中国の知恵の和言曲は、神学の廉九連歌、旧連冠。明治時代前半に流行した民心学の中で、最も人気を集めたのが、この旧連冠で、 歌詞の中で、崩壊という語句を繰り返すことから、崩壊節の故障が生まれた。崩壊の意味は不明。原曲、旧連環の歌詞の、不快という軸を踏まえるという説もある。崩壊説は、当初、長崎流の民心学ということで、長崎説とも言われた。一説によると、明治20年頃、長崎の花町、丸山新地で、 丸山芸者はなぜ襲い来るとそのままおひなさん崩壊、そのくせき軽に転びます。シャミ枕という崩壊説が流行り、これをきっかけに一年も経たないうちに全国に広まったという。当初は書生崩れの素人が生活のために歌って回っていたが、次第に芸人が角付けするようになっていき、宿車屋や女中、職人などに特に好まれたという。歌詞や旋律には、 様々なバージョンがある。民心楽によく用いられた月金や呼吸に、尺八の合奏をもなされた。歌詞、春風に、庭にほころぶ、梅の花、うぐいす、止まれや、あの枝に、ささ、崩壊。そっちがさえずりゃ、梅が物言う心地する。崩壊、崩壊。この、崩壊説をもとに、後に、縁歌新法解説、佐野佐節、紫節、新民用。 暴力公説など、様々な歌に発展した。佐野サブ氏は、明治三十一年頃から流行し始め、大正始め頃まで大いに流行り、その後も下流会などのお座敷歌として、歌い継がれている。明治三十二年に、吉原遊郭で歌われた、崩解説に、私らに、色ができれば、二豆に花を焼いた魚が泳ぎ出す笹出る栄床に、かけたよね、だるまさんに、 足が生えて飛脚するサノサというものがあり、崩壊説の崩壊崩壊の部分がササ崩壊になり、転じてサノサに変化していった。崩壊説の変化系の中でサノサ武士が最も流行し、崩壊説の後を受けて、明治30年代には流行家の王座となった。崩壊説の降弱部、進学旧連間の旋律と同じであることに注意。鈴木万次郎。 月金雑局独稽古1897年間より、ありがとうございます。